1つ目はだからいい店で買うってことです、はい、2つ目いい時期に買うで次3つ目、はい、家庭菜園限定でね、はい、しかもあの初心者5年目以内ぐらいまでの方やったら、はい、基本接ぎ木の苗はいらんと思う。あ、接ぎ木売ってるね、うんうん、4つ目です。4つ目ひょろ長いもの、ひょろひょろ、あと黄色いものは買わない、うん、あと最後はね、はい、あの直感で、直感、直感で自分がこれと思ったものを、あ、キラキラね、選ぶんです。はい、こんにちは。こんにちは。どうも。桜が咲きそうで、はい、種まきさっさとしないとね。だすね、うん、まあもうね、ホームセンターとかでは苗がいっぱい並んでますから。そうだね、うん、うちは今日はこの恋緑を、お、サンド豆、そうそう、引き続き、ソラシインゲン恋緑、はい、種いっぱい撒いてます。イエーイ。ね、この恋緑はね、はい、濃いんですよ、色がね、緑が、うん、めっちゃ親父ギャグやでな、これな。うん、ね、もう。あとそうだ、あの、滝種苗やけどさ、うん、あれ、さつき緑とかあるよね。おお。もうママじゃ分かれへんの、さつき緑って何のことか。分からん。まあ、パパも親世代ぐらいやけどね、うん。うん。歌手というか。演歌歌手？なんかうん、さつき緑。へえ。あれの、なんか兄弟やったような気がする。あ、まあ覚えてない、うん、覚えてない、まあ、不確かなことは言わないことですな。はい、はい、そうです。はい、適当ですね、はい、今日は夏野菜横着栽培失敗しない苗の選び方、ボン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 、パフ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 、ガンミ、はい、はい、カンペ、はい、で、はい、これから苗をね、うん、買われると思うんですが、家庭菜園の方とかは特にね、うん、だな。で、まあまあプロでもね、買う人は買うやろうし ね、 プロはもともと種苗屋さんとかに頼んでね、ごそっと送ってきてもらうという形でしょうけども、まあまあ家庭菜園の方向けですね、はい、今日はね、はい、うん、で、まあ苗半作と言いましてね、ほう、うん、苗作りをうまくやったら半分成功ってことでね、うん、野菜の栽培ね、うん、でその苗作りをうまくやってるのを省略しようという横着栽培ですな、はい、だからまさに買ってきて植え付ける、ほっとく、収穫する、イエイ、あれ、もう一回言うで、植え付ける、ほっとく、収穫する、イエイ、そう、まあまあそこでイエイって言いながら、ああそう、いつもイエイって言うからね、もう一回言うよ、もういい、もういい、はい横着栽培するためにやっぱりいい苗を買いましょうということで、そうだね、それはそうだよね、はい、うん、失敗しない苗の選び方ですな。お、目利きですな。目利きです。いいね、目利き、口利き、うん、鼻利き、目利き、はい、落ちなし、はい、はい、ね、高校の後輩がね、うん、この動画を見てくれててね、はい、岩崎さんはもう高校生の時からおもんないギャグ言いますねって言われて、そうなんだ、まあそれが岩崎さんでいいんですよって言われて、なんじゃいそれ、なんじゃいそれっていう、まあまあ、ええわ、はい、話を出せますもうどうせ、はい、で、まあ、苗を買う時に、はい、一番大事なポイントは、おいい店で買う、店ね、はい、へっぽこな店は入荷した時はいいけども、うんうん、管理がへっぽこやから、なんか黄色いのやらね、店でね、そうそう、もうウェーなったようなやつとかが並んでたりするんで、はい、まあいいお店がいいよね、はい、だから、まあ、プロが買うような種苗店さんとか、うん、あとは農協でもまあね、購買とかで売ることあるからね、うん、まあ、今はまだないかもしれないけど、時期になったらパッと並べる時あるから、うん、そういう農協もあるから、そういうとこで買う方がホームセンターよりはいいかもしれないね。なるほどね。ただ品ぞろえがっつりでさ、都会よりもね、この辺やったら大阪よりも和歌山とかね、農業圏に行った方が、うん、でっかい農業系のホームセンターがあって、うん、そういうところの苗の方が良かったりするね。あ、なるほどね。都会のやつはあんまり良くなかったりするよね、はい、うん、まあ、なんかそんな感じでいいお店で買うと、はい、特に悪いお店でもそうなんやけど、入荷日を教えておいてもらうといいよね。入荷日、うん、あ、苗の、うん、今日ね、パパね、ちょろっとホームセンター行くとこがあって、パッと覗いたらね、うんうん、
何月何日にこの苗に浮かしますってもうボードで貼ってたわ。へ、うん、そういうお店もあるからね。あ、なるほどね、うん、やっぱりあのそこはね金曜日入荷みたい。ああ、そういうことね、うん、曜日でね、うん、だから週末にやっぱ売れるから、うん、金曜日とか土曜日にがっつり入荷すると思う。なるほどなるほど、うん、で間の日でも入荷が入ってればいいけどね、うん、やっぱほんであの苗は新しいものの方が絶対いいと思うのよね、うんうん、でこの満帆に入った中からちょっと選ぶっていうのがね、はい、おお、この中からね、うん、なんか納得できるやん、はい、あ、分かる、自分が一番ええの取ったみたいな、分かる分かる残り物やと、ああこれもあれもどれも嫌やな、もうしゃあないなみたいなね、買うとさ、なんかまあそれでもちゃんと戻る場合は戻るけどね、妥協はよろしくないね。そう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 、特に自分で育ててないだけにね、あ、人の育てたもんやから妥協したらあかん、はいはいはい、うん、確かに。っていうことね、一つ目はだから、はい、いい店で買うってことです。はい、二つ目、いい時期に買う。時期、時期、うん、やっぱ家庭菜園で植え付けるんなら夏野菜はやっぱゴールデンウィークぐらいに植え付けたいじゃん。はい、なんでかっていうと4月中はまだ遅霜があるのよね。足もね、うん、で遅霜ということは最低気温が4度5度になったりするのよ、うんうん、もうね、暑い時はさもう30度近く4月でも行く時はあるんやけど、あるんやけど最低気温がガクーンと落ちる時があるね。でそれにキュウリ、トマト、ピーマン、ナスビとかあの辺のな夏野菜がその遅霜に当たるとほにゃーって枯れてまうのよ。あらまあ、ほんまあらまあよ、あらまあですよ。やったことあるな。やった、4月15日にキュウリいっぱい植えてなそう、4月29日昭和の日に、うん、の頃には枯れてたなあ、あれ1年目やったっけ。そう、うんうん、まだ初心者、初心者級の頃ね、うん、だからもうね、もう路地はもう、そうだね、ゴールデンウィーク以降の方がいいと思う ね、 ね、うん、特にこの辺はね、うん、だな、うん、で、まあ、だから今売ってる3月中に売ってるキュウリとか、確かに売ってる、うんうん、ピーマンとかトマトとかも、うん、あの辺は危険よ、路地で植えるとね、手出したかんな、うん、でっかい種苗店のねところ行ったらさ、寒さ対策が必要ですって貼ってたわ。まだ親切やな、それはな。あ、そうだね、うんうん、この時期に買ってはいけないよって。そうだね、うん、ただね、ゴールデンウィーク過ぎてからでもあんまり良くない場合がある、うん、特にもう5月後半から6月ぐらい入ってくると、うん、苗の種類も減ってきて、で苗は新しく入荷するんやけど、うん、もうやたらぬくいから成長が早いのよ。おー、すぐビュビュビュッと起きなんだよ、うん、だからもう店でビュビュビュッと起きなってさ、はいはいはい、うん、ふにゃーなってな、ほんまもう。確かに。もうまだ苗の子供のくせにおっさんみたいになったんでな。確かに。そんな感じね。はい。うん。で、次、三つ目。はい。家庭菜園限定でね。はい。しかも、初心者、5年目以内ぐらいまでの方やったら、はい。基本、接ぎ木の苗はいらんと思う。あ、接ぎ木売ってるね。うん。うんうん、接ぎ木の苗でやると、うん、まあ、連作障害とか、病気に強かったりはするんやけど、うんうんうん、まあ、今年初めて植えるんだっていうところで別に接ぎ木じゃなくてもね、高いしね、うん、高いし1個58円と2キュッパーぐらいのね、差があるんで、まあ、お金に余裕のある方は日本の経済のために高いのばっか買っていただいた方がいいんですけど、俺らみたいに貧乏人は安く安く、はい、そう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 、安くいかないと思う。だから接ぎ木じゃなくて未生苗って言ってね、実がなる苗ね、はい、うん、って言うんだ。そう、未生ってあの種からいったってことよね。あ、普通の苗。そうそうそう、普通の苗、普通の苗、はい、うん、だからまあ難しく言うんだ、うん、なんで難しく言うんだ、未生なんて、なあ、なあ、何やろうね、はい、知らんわい、はい、4つ目です。4つ目、ひょろ長いもの、ひょろひょろ、あと黄色いものは買わない、うん、はい、ひょろ長いもの、まあ徒長苗というやつね、うん、うん、なんかでかかったらええって思うけど、あの健康的にでかかったらいいで、お軸、ただこんなほら、まはいはいはい、ね、トレーにさ、うん、何個も入ってひょろひょろひょろって伸びてたらさ、はいはいはい、特に真ん中だけ盛り上がってたりしたら、これはまああまりよろしくない、よろしくないね、俺が俺が俺が、あ、はいはい、俺が俺がで行き過ぎて足元見えへんからポテンってとこね、あ、なるほど、ね、そんな感じのやつ、はい、あと黄色いものね、はいはい、老化苗ってことね、うん、うん、おじいちゃん、そうそう、おじいちゃん、苗のくせに、そう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 、ほんま、そう、確かに苗って子供なのにな、そうそう、高校生のくせにグーンってなってるみたいな、確かに、はい、ジジイ高校生みたいな、はい、そういう感じの、まあまあ、あれですよ、野菜は、そうね、うん、お店でね、パパが八百屋やってる時でも黄色いもの茶色いものは全部跳ねろって、はい、
まあまあ、あのキノコ類じゃなくてね、うん、あ売り場でね、売り場で葉っぱもんとかが黄色くなったらもう全部撤去しなさいと言ってたけど、同じね、苗でも、苗でもね、やっぱり、ね、黄色くなってるのは、まあ、取ってしまえばええっていうのもあるんですけど、まあまあまあ、どうせ買うんならね、そうよ、同じ値段なんやから、うん、ええもん買わない、ピカピカのもん買わない、ピカピカのええもんね、まあそんな感じで古いものとかは買わない方がいいよって、まあそれはもう当たり前やよね、まあね、うん、だから、まあ、苗自体もいいものを買うんやけど、いいお店、いい従業員のおるお店でね、うん、買った方が気持ちもいいし、ね、そうだね、やっぱりあのレジのお姉さんとかおばちゃんがいらっしゃいませありがとうございますってこうね、そう、またよろしくお願いしますとかこうにこやかに言ってくれるお店は買ってて気持ちいい、いいよね、そういうお店の方がいいよね、うん、アルバイトがピーッバンサーお姉さん、あ、なんとかありがとうございますかそんなとこでな、おる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 、買いたくないや、うん、まあできればね、いい従業員さんのいるとこで買いたいよね、まあまあ、それ以外でね、うん、まあそうね、野菜一個一個のポイントはまあネットとか見りゃね書いてるんやけど、うん、まあ、一つだけね、あのトウモロコシの苗をね買うときは一つの品種だけに絞った方がいいかな、はい、だからあのゴールドラッシュとか、はい、黄色いやつ、うん、ピュアホワイトとかさ、白いやつ二つ買って二つ並べて植えたら、うん、交雑してな、うん、面白いよね、白と黄色のなんかやったよね、なんだったな、まあ、わざとそう混ぜてそね、そう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 、やるっちゃったらいいけど、大体 300m ぐらい離さなあかんっていうね、結構だよね、うん、まあ、だからあの菓子農園とかで隣同士でな、確かにやってるといろんなトウモロコシができて面白いかもしれないですね、確かに、だからあえて菓子農園で嫌がらせのようにいろんな種類のトウモロコシを植えといて、周りのトウモロコシみんな変な種類みたいな、トウモロコシは話し合わなあかんよ、そうやな、うん、うん、今日は全部黄色、今年は黄色に全部黄色にしようとか言って、食べられへんなんか飼料用とか、はい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 、あの緑肥用のトウモロコシ植えて、まあ、絶対やな、嫌がらせやなそうね、だからあの隣のおっさんが嫌いな場合でトウモロコシを植えてる場合は嫌がらせてこっちも違う種類を植えると、確かにしかもあのカラスが来るように何もしないようにする隣のおっさんとかにカラス行けーみたいな確かにそういう嫌がらせはダメですね、ダメですよ、はい、まあ、あと最後はね、はい、あの直感ね、直感、直感で自分がこれと思ったものを、あ、キラキラね、選ぶんです、はい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 、向こうが買って買って、私買って、私を買ってってこう、私いいよ、そう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 言ってる苗をバシッとね、はい、もうなんかあのくたーだって、あ、買うの俺いらんで、もうここでおんねんみたいな、ね、そんな苗は買わんほうがいい、そうだな、なんちゃらなんちゃら例えがさ、でも分かるやろ、分かるよ、あの普通のスーパーでさ野菜買う時でもそうやん、うん、ドッカーン、うわーいっぱい並んでる、私こうて言うてんのが下にある、下から抜けみたいな、くそーガーズレたみたいなそれがさ残り3個ぐらいでさ、うわどれもどれもやる気ない、確かに、もうこの椎茸全部なんかシュワシュワみたいな、うん、いやーそれで29パー買えるかボケみたいな、うん、っていうのと一緒で、ないも一緒よ、はい、うん、ですな、うん、ですなはい、です終わらせたそうですね、もうさっさとこの恋緑巻かなあかんのでね、そうよ、そんな感じですな、あのこれほんま直売所出荷はこれめっちゃいいよ、いいよね、うん、だってやっぱり他の人よりも色濃いからね、そう、売り場で並んだ、売り場で買えるのよね、そう、うん、なので恋緑色濃いとみんな買うのよ、買う買う、うん、うん、買う買うよね、なんか栄養素が高いんじゃないっていう偏見、まあまあ窒素が多いだけみたいな、ああはいはいはいそっちもあるわな、硝酸体窒素体に悪いよみたいな、よろしくないよね、まあそんなこともないけどね、はい、はい、じゃあ終わりね、ですな、まあだからあのいい苗を皆さん買ってですね、素敵な家庭菜園ライフをお送りください、はい、それでは皆さん、さようなら。